MCU 勝手に応援チャンネル。どうしよう。はい、始まりました。MCU 勝手に応援チャンネルでございます。本日はアスルクラロ沼津戦。沼津前回負けてますから。はい、見に行きましたね。はい、明日がに見に行って直接フリーキックを叩き込まれ、リベンジですよ今日は。はい、はい、なので絶対勝たなきゃいけないと。綺麗に1回転したな。短歌来たけど、あ、大丈夫？いける、いける、大丈夫、本当に。俺もあったもんな、金玉にサッカーボール当たって最悪だ、息できねえってなった時やばいな、それはやばいな。もう地獄よあれ、やばいっすよね。弾丸シュートブロック行った時にバックに入っても全てがどうでもよくない、全てがどうでもよくない、この世の中の。 その時よりまだ下級生で試合に出てたけど、はい、先輩に対してうるさいって言って痛すぎて大丈夫かとか言われてる言葉に対して うるさいって優しいこと言ってくれてるのに、めっちゃ優しいこと言って、めっちゃ心配してくれてんのそれどころじゃないの、多分そういう状態になったの今久保ちゃんうるせえうるせえって今なってたね。わーあっぶーな、ナイスキーパー。いや、ビッグもビッグよ今とんでもないビッグよ。711万4号機切り鳩ですか。うわー、おー、あぶなー。めっちゃ綺麗にミートしてたバーンってたまたま正面でしたけどねはい、前半戦終了でございまーす。同点ということで、ただ見応えのある前半戦とでしたね。ね、どっちも攻めて、ただちょっと攻められる時間帯めっちゃ多かった嫌な流れだぞこれと。そうっすね、なんとか1点で決めていただいて、とりあえず勝ちにいたいなと。いい加減、いい加減今日ゲストいないから勝てる説ありますからいや、そうなったらまたってなるわ。それはそれでね、まあ、それはそれで寂しいのよ。そうじゃないのよそれはそれでちげえってなるから。あー、ブロ、あー、オフサイ、オフサイなさそう、ないの。4試合ぶりの得点らしいです。両赤でやってたけど、岐阜が今先発の平均年齢世界で一番高いらしいです。一応なんか全部のリーグを参照してじゃないけど、世界の、まあ、大体の10個ぐらいのリーグを平均してやれしたら岐阜が一番。あとはまあスペインリーグとか、はいはいはい、が基本比較的年齢高めなんだけど、それよりもそれでも岐阜って強かったら文句ないですけどね。そうなんだよね、なんか悪い方のイメージついちゃうね、やっぱりベテランって走れないんだとか使えないんだとか。そうっす、あるよね。カターレとかさ、おお、15点目。うーん、去年とあれじゃないですか、勝ち諦めて勝ってよ。いいコースにズバッといったね。いやー、さすが。正直ちょっと諦めかけてたもんはい、そうですで、多分このゴール直前の話題がそれでしたもんね。そうあ、でもね、これはね、29番だから松本歩夢ちゃんかな、歩夢ちゃんのこのフリーランがいいね。なるほど、うん、オフザボールの動きがもう引っ張られそうもんね。で、そこのマイナスのところに藤岡が来て、今のドスンという
だから今のはもう歩ちゃんの走りも褒めてあげた方がいい。おお、すごっ、すごっ、一気に逆転。おマジですげえ、これすげえ、やばマジか。え、入ってすぐじゃん。もう今のすげえな、マジで。おお、ナイスゴール、素晴らしい。逆転。すげえ。同点にして1分で。すげえ。いやー、これはちょっとね、これだからサッカーわからんのよ。これだからわからない。いいね。ああいう松本あゆむちゃんみたいな、いい意味でのアグレッシブさ、いいよね。はい、とりあえず、打つっていう姿勢。じゃないと入ってないです。うん。これ今日の試合、秋葉監督だったら出てますね。This is football。いや、出てる。こないだの。これが岐阜のサッカーです。最高だなあの人マジで。今度やりますか、クイズ秋葉五六。やります。秋葉くん人形用意して。頑張ればできるかな。勝ちました。久しぶりの勝ちです。7戦勝ちなしだから。いや長かった長かった。そしてまたゲストいね。何なんすかねこれ。こんなこんな最高の勝ち方の時にいないっていう。本当よ、これ生で見たらサッカーにハマるやつですもんね。いやそう、完全に完全にハマるやつよ。1分でひっくり返るこのドラマ、うん、これを激レアですよね。1分でひっくり返るって、いない、何年かに1回の試合を、それを本当見せたいんだよね。そう、サッカー見たことない、サッカー見たことない人だしに、それこそヒゲだるま先生とか、はいはいはい、二代目忠明にこれを見せたかった、はいはい、俺は好きだから、もうこういうのがあるって分かってるから、そう分かってるから。俺だけ見てもしょうがないのよっていうね。いや勝ったのは嬉しいんですけどね。まあ、正直、負けるって思ってました。もしくは負けたって思ってました。はいはい、はい、またかっていうね、はい、この長いこの勝ちのない期間に入るとこうなるんだね。気持ち的に80分超えるとな、勝ちがないって勝手に思っちゃうようになるっていう、この体が。それをね払拭したのが松本歩夢ちゃんですよ。はい、1点目のフリーランがねすごいいい走りをしてディフェンスを引きつけてのもうオフザボールの動き、あれがすっごいいいって褒めた1分後ですよ。まあこういう結果を残した選手はぜひとも次使ってあげてほしいっていうふうには思うよね。これぞ This is football ですね。本当に本当に本当に近年まれに見る、まれに見る This is football。 MVP いってきますか。さあ今回の勝手に MVP はもちろん松本歩夢です。これはもう文句なし、文句なし、ボケる余地なしです。ボケる余地なし。これボケちゃダメなやつ。それ俺でも分かる。あ、分かりましたよ。いやこれはねやっぱ J リーグ初ゴールがあの場面でっていうところもお見事だったし、あそこで打ち切るっていう選択肢をしたやっぱその判断力、その判断力の良さにやっぱ拍手です。もうこれはもう MVP、 これは気持ちいいね。ほんと久々ですね。久々に気持ちよかった。ここ数年で一番の勝ちかもしれないです、ね、いやもうほんと私焦点してます今。まあ次もねこういったドラマのある勝ちを見れるように。そうですね、まあいろいろねサッカー界ありましたけども、うん、まあそういった中でも選手たちの熱い試合を我々も楽しんで、そしてスタジアムでもね、力の限り応援してサッカー界盛り上げていきたいと思いますんで、はい、ワールドカップも近いですし、皆さん長良川でお会いしましょう。ということで以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。